詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ最近はちょっと天気がいい日が続いてきまして、まあ娘も体調が良くなって今日から無事ですね、まあ日常が戻ってきたかなというところです。本当にあと年末まで体調崩さないでいてくれたらいいんですけれど、まあどうなるかわからないですね。最近は、そう、昨日は日中よく昼寝してくれたおかげでですね、夜中が全然寝なくて、僕も足毛にされたり、気がついたら頭が僕の脇の方に娘が刺さっていたりですね、もうあれなんかちゃんと寝たはずだけれど全然眠れていないなという感じで、若干疲れが溜まってはいるんですけれど、まあもう木曜日なんでですね、何度か、頑張って体力を食いつないで週末まで頑張りたいと思います。ではですね、今日本題なんですけれども、今日はですね、もうドストレートに、高校音の吟じ方、高校を吟じるためのコツ、そういった内容でお話ししたいと思います。まあ高校音来ましたよ。まあ過去にも僕なんか話したことあるような気するんですけれども、高校音本当にきついんですね。僕でも未だにそんな堂々と常に安定して出せるというものではないです。まあ先に高校音がどういうものかわからない人にですね、知らない人に教えておきますと、この高い高い音と書いて高校音です。通常の高い音、高音は、この天空に入る起承転結の天空のところで出てくるような高めの音ですね。雪はと、こういうこの高めの音、これが、高音と呼ばれるものです。で、ここからさらにもう一個高くてですね、音程的にはどうなんだろう、相対音感ですけれど、ドからさらにミに上がるんですね。ドレミだから2音さらにポンポンと上がるんですけど、なんちょーと、あーこの音ですね。ここが高音で、これが、高校音に、なるわけです。高い高い音。もう文字通りですね。で、これに関して、やはり質問をいただいておりまして、高校音はどうやったら出せるんでしょうかという話ですね。これ、なかなか僕もすぐ、答えられないなと思って、じっくり溜めていたんですけれども、今日は比較的喉の調子が悪くはないので、お答えしていきたいと思います。まあ、自分の体と体の動き、喉の動きを想像しながら、今日はひたすら試行錯誤して話していくので、綺麗にまとまっていないかもしれないんですけれど、そこはご容赦ください。まずですね、大前提として、高校音は、まあ無理に出すものではないですし、吟歴が浅い人がそんな必死こいて挑戦するものでもないです。安定的に出すというよりは、まあ挑戦するのはいいことですけれど、それに固執するのは、まあ良くないかなというものです。その詩吟におけるちゃんとした骨組み、発声、発音、アクセント、音程、こういったものがちゃんと形作って、そこが前提で、特に発声ですね。発声がお腹を使って腹式呼吸で、というところがですね、使えるようになってから取り組んだ方がより無駄がないかなとは思いますけれども、それまでが、あまりに道のりが長くてですね、全く高校音をやらないというのも、それもちょっと極端な話なので、挑戦してみてもいいけれども、うまく出ないからといって、それで諦めたりとかですね、逆に絶対やってやるぞというふうに必死に頑張るものでもないなというのが、僕の所感、意見になります。そして前提の話二つ目なんですけれども、まあ、一つ目に連動してですね、本数はちょっと低めに設定した方が良いかなと、素直に思います。まあ、シンプルに音が高いんでですね、僕の場合だと、通常、詩吟の本数は3本、まあ、4本、4本ぐらいもまあ、出しますね。5本は普段やらないんですけど、なので、4本で高校音は基本やりたくないですね。失敗する確率がもっと高いんで。なので、やるとしたら3本。本当に調子悪ければ2本ですけれども、まあ、それぐらいに、つまり自分が出せる高音の音域の本数の、まあ、8割、9割、8割、それぐらいに一度下げた本数で、やるのがとても、まあ、よろしいかと思います。そんな必死に喉に負担かけて枯らしても、もったいないんですね。というところになります。
では、ここからですね、実際に効果音をやるときにどういうふうに体を動かしているのかを、まあ、ポイントをなんとか絞ってお話ししていきたいと思います。今回、ベースになるのはですね、効果音で、まあ、有名な、僕の中で有名な漢詩は、土木作、江南の春ですね。うん、今日後で吟じますけれども。千里うぐいす鳴いて緑くれないにえず、水村三角手記の風。で、天空ですね。南朝四百八神事。ここが、高校に、なります。南朝四百。こういう高校になるわけなんですけれども、ここの出し方ですね。まずですね、一つ目は、首を絶対に上げないということです。顎ですね。顎を上げないということです。高い音ってなると、人間ついついどんどん顎が上向いてしまうんですけれども、高高音はですね、もうそんなんで対応できるレベルじゃないですね。まあ基本的にそういうのは高音であるほど顎を上げない方がいいんですけど、これは詩吟に限らず歌においてもですね、やらない方がいいんですけど、とりわけ高高音においては、まあそんな喉に負担のかかるようなことをやってちゃ、やはり全然、出せなくなってしまうんで、もう必死にですね、顎を下げた状態で、そうですね。もう顎をキープ、もしくはちょっと下げるぐらいの、そういう喉の使い方、首の使い方が、まず一つ目のポイントになります。そして二つ目はですね、声を出し続けた状態で、切り替えるということかなと思います。ついつい、この高い音になるとですね、分断されているかのように、なから、んで一気に高音に上がるんですけど、なとんを分けようとするんですよね。でもそうなると、多分ものすごく、負担がかかるし、出しづらいんですよ。喉が多分一度、リセットされて、そこから、さて、高い音出すぞというふうに喉が頑張り始めるんで、負担が大きいんですよね。そうではなくて、最初に普段出している声の通り道を確保しておきながら、太いまっすぐの道をですね、トンネルを確保しておきながら、それを一気にですね、まあ、線路の道が切り替わったかのような感じで、カクーンと声の通り道というか、響き位置みたいなものを変える、そんな感じになります。というのをひたすら出し続けている状態です。こういう風に連続的に声を出し続けるイメージを持った方が良いです。まあ、そこに口の、滑舌、発音が加わると、あたかも切れているかのようには聞こえるんですけれども、まあ、声としては、息としては出続けているものかなと。思っています。感じています。まあ、実際に僕はそうですね。南朝というふうに、出し続ける形。で、途中でもうスイッチが入ったかのにカクンと切り替わるという、そういう形ですね。決して、南朝というふうに出すのではないということです。一連の流れとして、出す感じですね。そして、三つ目ですね。じゃあどうやって切り替えるんだいという話ですよ。これも自分の体の中と必死に対話したんですけれども、高い音を出すっていうのはシンプルにこの、喉の声帯をどんどん引っ張って、息の通り道を細めていったら、まあ高い音っていうのはまあ出やすいんですね。特に地声の話においては。なんですが、この声帯を細めるにしても、裏声は出しちゃいけないんですよね。そう、これは言っておかないといけないんですけど、裏声はダメです。裏声は厳禁ですね。裏声の効果音なんてもうやらない方がいいですね。それはまずアウトとして、地声で出すというのが前提なんですけれども、地声で出そうとすると、声帯をより細くやろうとする。うん、それが普通です。ただ、効果音の場合はですね、多分それのちょっと限界突破を少しするんじゃなかろうかなと、感じています。なので、僕としてはですね、声帯が全く力がかからないわけではないんですが、声帯よりもですね、さらに多分わずかながら上のこの息の通り道みたいなところ、そこを少し絞ってるようなイメージがあります。ホースをですね、
ホースの口の、まあ、根元の方を普段からちょっと絞って地声強めで出しているんですけれども、そのさらにもうちょっと上の方、ホースの出口先の方をさらにもう一絞り、キュッと、キュッと絞ったら、水の流れがさらにもう一段階ピュッと出るようになると。そういうイメージですね。なんちょ、あーあーあー、それが喉の、そう、口の、そうですね。喉の奥でやりすぎると多分喉に負担がかかってしまうんで、その声帯よりももっと口よりの方ですね。だから声帯より口より上顎よりもちょっと奥ぐらいですか。そのあたりをキュッと細めてるような、絞ってるような、そんな感覚があります。どうでしょう。伝わりますかね。だいぶ僕も今日はチャレンジングな話してるんですが、そうですね。そこでキュッと、喉の奥をさらに上に凸になるようにキュッと絞めている感じです。で、4つ目のポイントとしてはですね、このキュッとなったところ、上に細くなったそこに向けて、声をですね、当てる感じになりましたかね。当てる。ただ、この当てるというのも、普通の普段の歌声、合唱とか音楽の教室で習うような響きを持たせるための当て方ともちょっと違うんですよね。それだと頭を抜けるようにみたいな、はぁ、はぁ、はぁ、こんな風な当て方になるんですけれども、そうではなくて、あぁ、あぁ、あぁ、なんちょー、そうですね。この当て方がもっと力強く、かつ抜けないように、出さないといけないですね。なので、その上顎、ちょっと斜め前ぐらいに、ぶつけたとしたら、そこからさらに貫通して前に出す。もしくは、反響して口の中から声が出るぐらいですね。カン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 みたいな、光ファイバーの光みたいな感じで、カン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 と口から結局上に当たって当たってぶつかった声がさらに口からもピョッと出るような、そんなイメージ。もしくはまあ、その、口の上顎を貫通して前、右斜め45度にピュッと飛んでいくような、そういう力強さを持って、ぶつける感じです。決して上からふわっと抜けるようなぶつけ方ではないというとこですかね。そんなところかな。あとは、呼吸がたくさんないと、厳しいかなと思います。呼吸がスカスカなのに、なんちょーとか言っても、まあ、本当のこの強さが、示せなければ、高校の意味がないんで、たっぷり息を吸うというところです。全部で4つ、5つ、6つぐらい話したような気がします。何喋ったっけな。まあ、ちょっと自分も収録振り返りながら何喋ったか思い出したいんですけれども、大体高校音出すときは、そんな感じですね。本当に銀歴浅い方はそんなに無理しないで、本数もちょっと1本ぐらいは下げて、やってもらえればというところです。で、声を出し続けて、喉の上をちょっとキュッと絞って切り替えるような感じですね。で、そこをぶつけると、抜くんじゃなくてぶつけるという、で、裏声は厳禁で、息もたっぷり吸いましょうという、そんな話、ですかね。なかなか多分これは中級者、上級者、それぐらいの話になると思うんですけど、まあ、面白いんですね。できたら楽しいですし、銀の表現の幅は広がるし、聞いてくれる人もびっくりする形にはなるんで、まあ、それを今のうちからちょっとチャレンジしてみるというのは、いいかと思います。ただ、くれぐれもそれに固執して、できないからといって、くよくよしなくてもですね、その後しっかりと、丹田を意識して発声を気をつけていればですね、もう少しやりやすくなってきますし、喉も鍛えれば高い音が出やすくなりますんで、そんな感じで高校が、ちゃんと銀を続けていたら、比較的、僕もまだ若干不安定ですけど、やりやすくなりますので、あまり、固執しないようにしてください。何回言ってんだという話ですね。よし、では、こんな感じですかね。なんとか説明できたかな。高校は本当に難しいですし、なんかベテランの新人の先生とかなんかさも普通かのようにやるんですけど、いや、どう考えても難しいです。音楽的に考えても難しいです。まあでも気がついたら僕もできるようになってたんで、なんとか分解してみました。
ではでは、後半行く前に、さらさらっと宣伝してをさせてください。一つは今年の4月ですね。もう今年も終わろうとしていますけれども、4月に僕が詩吟の教科書初心者編という電子書籍を出版しております。まあ、ここの配信でやっている内容をきれいに整理して、詩吟始めたばかりの人から、詩吟歴5年、10年ぐらいの方までが役に立つ、ポイントをきれいに整理して順番にまとめて読みやすくしておる電子書籍ですので、興味がある方は購入してみてください。購入先はですね、この動画の概要欄、つまり動画のあたりをなんかクリックすると下に文章がブワーッと出てくるんですけど、そこに、リンク先を貼っておりますので、良ければ読んで、しかも、レビュー書いていただけるとより他の方の目につきやすくなりますんで、ちょろっとですね、いや良かったとか納得だったとか、その一文だけでも嬉しいです。書いてくださると嬉しいです。あとはもう一つは、この YouTube の中のメンバーになるというボタンをですね、チャンネル登録するときに押してもらうと、そこからメンバーシップというものに入れます。で、このメンバーシップのことを僕は YouTube 詩吟教室と言っておりまして、つまり、有料で支払ってくださっている方しか見れない、動画というものがございます。具体的にはですね、マンツーマンで、僕がアドバイスしているものですね、銀の収録を音声で送っていただいて、それに対して僕が、その銀を流しながら、ここはもっとこうしたらいい、ここはこうしたらもっといい銀になるとかですね、大会であればここをもっと注意した方がいいとか、そういうようなアドバイスを、まあ、15分から20分ぐらいやっている。もう皆さんの動画がもう50本以上溜まっているので、それも見放題という形になります。銀本当初めて 2,3 ヶ月の方から銀歴10年20年超えている方まで、女性も男性も、あと年代も30代から70代までいらっしゃいますんで、興味のある方は、それも概要欄の方にいろいろリンク貼ってます。YouTube 詩吟教室に関する詳しい説明が第214回、そして、入り方、参加の操作方法は第216回に書いてありますので、動画でありますので、まあ、そちらを見ていただければかなと思います。そう、いつも宣伝サボっちゃうというか、だいたい体力切れになっちゃうんですね。あとは、こんなところかな。今日はもうこの午後もまた見学説明会で2時間喋りっぱなしが入るんですが、まあ喋るのは嫌いじゃないんですけれども、体力との相談ですね。では後半一つ吟じたいと思います。では今日、散々話してきました吐木作江南の春ですね。では詩文を読んでいきます。千里うむいす泣いて緑くれないにえいず水村三角手記の風南朝四百八神寺多少の老大縁宇のうち。ではどういった意味かですね。千里の彼方まで広がるこの江南では、うぐいすが鳴き草木の草木の緑が紅の花に生えてひときわ美しい。水辺の村や山沿いの村には酒屋の上りがはためいている。思えばその昔この辺りは南朝の都があったところ。当時は480もの寺院があったというが、今もなおその名残を示すかのように多くの銅や塔です、銅塔っていうんですかね、が煙るような春雨の中に、霞んでいるという、もうこれはもう、名文、名漢詩ですね。もう日本語でただ読むだけでも美しい、語感が良いですし、これは僕も結構好きなやつの一つなんですけど、高校が出てくるんで結構若干酒気味ですね。これだけ今日喋っといて高校を失敗したらすげえ嫌なんですけれど、頑張って吟じたいと思います。江南の春吐木。千里うむいす泣いて緑くれないにえいず水村三角手記の風南朝四百八神寺
生の老大いかがでしたでしょうか。僕としては高校は70点か80点あと銀全体も70点60点ぐらいな感じですね。もうなんかあれですね、睡眠不足でしょう。間違いなく体力が切れておる感じがしますね。声に張りがなく膨らみがなくいやー今日は本当になんか、ヒョロヒョロになった気分です。僕にまあ別に僕もともとヒョロヒョロなんですけど、一層なんかもやしになったような気分で、もっと表現したいけれどエネルギーが足りないみたいな、息を吸ってもまだエネルギーが足りないみたいな、そんな感じで、今日は現じましたいやーダメですね本当に、ちゃんと寝ないと、寝て食べてはいるんですけど、寝ないといけないですね。ではまあ今日はこんなところで、あとYouTube、詩吟教室の皆さん、今限定効果アドバイスの銀を募集中です。ちょうど今全然来ていないんでですね、送っていただければ早々に回答できるかなと思いますんで、お待ちしております。では詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。